今回紹介するのは野田放浪のデイリークッキングブックという本ですレシピ本の薄さが気になる放浪容器は気に入りました黒かっこいいし使いやすいサイズ感ヘビロテになると思いますしかしレシピ本薄って思ったのは確かモヤモヤします販路を広げるための本との抱き合わせ何かもう少し購入者に良かった感が残るようにしてほしいです ページ数少なくてももっと使いこなせるようにアレンジ例をもっと載せるとか商品が良いだけに残念感が残りました。個人的には満足。レシピ本が薄いのには驚いたがホーローの容器は可愛いし使い道をいろいろ知りたかったので買ってよかった感はありただレシピの日本語がややわかりにくい部分があり作り方間違えました。 オーズ数回読んでおかしいなぁと思ってから気づいたよね。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。